祖先形質及び派生形質の様々なパターンを記述する用語と分岐図形等学では共有派生形質とはあるグレードを他の生物から区別する派生形質である。言い換えるならば単系等群によって共有される派生形質であり、それらの最も近い共通祖先に存在したと推定される。共有派生形質という語は ドイツ人昆虫学者のビリー・ヘニヒによって造語され、ギリシャ語のシグマ・ニュー、シンイコール共有のパイ、アポイコール分けるアンドミューローファイ、モルフェイイコール型から来ている。派生形質は進化の歴史において、祖先形質から派生した形質である。派生形質は、系統的位置を決定するのに用いられる。系統学では、ある共通祖先から受け継がれ、あるクレードを、 他の禁煙群から区別する派生形質のことを共通派生形質と呼ぶのである。共通派生形質は生物の系統樹において注目するクレードによる概念である。あるクレードに対して共有派生形質とみなすものは方眼関係のよりかいでは原始形質となる。例えば、乳腺の存在は獅子動物にとっては哺乳類の共有派生形質であるが、 ゲッハ類と霊長類のお互いにとっては、哺乳類としての祖先形質である。ありがとうございます。